初代戦闘オールバンズ公、チャールズ・ボー・クラーク、ゴドフリー・ネラー作。戦闘オールバンズ公爵は、イングランド貴族の公爵位。1684年に、チャールズ2世の諸子チャールズ・ボー・クラークがジョイされたのに、始まる。爵位名は、ハートフォードシャーの都市戦闘オールバンズにちなむ。1670年5月8日に、イングランド王チャールズ2世と、相性を練る。 グウィンの間の諸子として生まれたチャールズは、1676年12月27日に、イングランド貴族、バーホード伯爵とへ、ティントン男爵にジョイされた。この際にボークラークの姓を与えられた。これは、英語のスチュワードのフランス語系であり、スチュワードは、スコットランド王室、スチュワートの加盟の由来である。なので、スチュワート王室の血を継ぐことを示した姓だったと言える。また、 ヘンリー一世の赤学王のあだ名にあやかったものでも、ある。ついでチャールズ二世の宝魚の前年の1684年1月10日には13歳に、してイングランド貴族セントオールバンズ公爵にジョイされた。1687年に死去した母ネルから、ノッティンガムシャーのベストウッドパークの土地を相続した。ベストウッドの館は1940年まで、セントオールバンズ公爵家の本拠となった。 しかし、母ネルは、チャールズ2世の他の愛称バーバラ・パーマーや、ルイーズ・ケル・アイユに比べて手当てが格段に低く、事前事業にも、熱心だったのでそれほど、大きな財産は残さなかった。また1694年には、第20代オックスフォード伯爵、オーブリー・ドビアーの女子共同相続人、ダイアナ・ドビアーと結婚したが、オックスフォード伯爵、ドビアーへもこの頃には、貧乏貴族であり、 さほどの財産獲得にはならなかった。そのため、セントオールバンズ公爵ボークラーク家は、貧乏公爵家として知られていた。初代皇の次男ビアー、ボークラークは1750年3月28日に、クレートブリテン貴族ミドルセックス州ハンワースにおける、ハンワースのビアー男爵に助せられたが、その長男である二代男爵オーブリー・ボークラークが五代セントオールバンズ公爵位を継承したため、 以降は、ビアーダン爵位が、公爵くらいの従属爵位に加わった。旧大公、ウィリアム・オブリード・ビアー、ボークラークは1827年6月に、巨万の富を持つ、銀行家、トマス・クーツの未亡人ハリエット・メロンと結婚した。彼女は、公爵よりも24歳も年上であり、財産目当ての結婚だったが、1837年に、 彼女が死去したとき、180万ポンドに及ぶ遺産の、ほとんどは、先父、クーツの孫アンジェラ・バーディットが相続したため、戦闘オールバンズ公爵家が相続できたのは6万ポンドに、過ぎなかった。しかし、それでも台所事情が苦しかった、戦闘オールバンズ公爵家の財産は、この相続のおかげで倍になったという。その後、旧大公は、エリザベス・ガビンズと再婚。彼女自身は、 精神異常者ではなかったが、彼女の兄チャールズ・ガビンズは、精神異常者であり、ガビンズ家の精神異常の遺伝子が、ント・オールバンズ公爵化に流れ込むこととなる。旧代公とエリザベスの愛の子の十大代行ウィリアム・アメリウス、オーブリード・ビアー、ボークラークには、悪い影響は出なかったが、その子十一代公、チャールズ・ビクター・アルバート・オーブリード・ビアー、ボークラークは、精神異常者となり、 35歳から死去するまで30年近く、精神病院で過ごした。また彼の弟チャールズも、放火事件を起こすなど精神異常者に近い状態だった。11代校の死後は、イボテのオズボン・ドビアー、ボークラークが12代校を継承した。彼は、精神異常者ではなかったが、気候が明だった。十二代校が死しなく、没した後はハトコであるチャールズ・フレデリック・オードリード。 ビアー、ボークラークが十三代公を継承した。もともと貴族としては、家計が苦しかった、セント・オールバンズ公爵家は、彼の代の1940年にベストウッドの邸宅を売却し、土地を持たない貴族となった。この時点で、先祖伝来の財宝として残ったのは、チャールズ一世が処刑当日の形見として、ロンドン主教、ウィリアム・ジャクソンに残した指輪、ネルの宝石。 肖像画数点のみだったという。そのためこれ以降の戦闘オールバンズ公爵家は、チェルシーの借屋住まいとなり、サラリーマンとして生活し、中三階級の公爵とも呼ばれた。彼の死後はその息子のマレード・ビアー、ボークラークが借位を継承した。戦闘オールバンズ公爵家は、代々、高塚さん頭及び、大法官裁判所書記を世襲する。公爵の法廷推定相続人は、 儀礼称号として、バーフォード博を称する。バーフォード博の着難は、ビアー卿と呼ばれる。現在、セント・オルバンズ公爵家は、所領を持っていない。かつての公爵家本宅は、ノッティンガムシャーのベストウッド、サリー州のアッパーガットンであった。現当主である、第14代セント・オルバンズ公爵マレードビアー、ボークラークは、以下の爵位を有する。ありがとうございます。